はいどうも、ゴジロゲームズです。今日もね、ロマサガリユニバースやっていきましょうということで、皆さん昨日の動画ご覧になっていただけましたでしょうか。なんとかね、SS セルマと SS ジャミル、あとそれとね、まあコンプリート、すべてのね、スタイル獲得したんですけれども、その後ね、まあ嫁さんと喧嘩になりましたけど、これもね、世知辛い世の中ということで、まあ、そういうこともありますよ。はい。ということで、今回の動画はですね、昨日撮った SS セルマと、まあジャミル、それからですね、ブラウニーちゃんをね、ちょっと編成に入れて、いろいろと、ちょっとバトル回ってみたいと思います。それとですね、まあ、SS セルマの方なんですけれども、はい、こちらね、セルマちゃん、やっぱ強いです。かなり強い。で、今ね、スタイルレベルはまだ48までしか上げられておりません。ゴールピーがちょっと足りない。あとちょっとなんで、ちょっと急いでなんとかしたいんですけど、白結晶とかも変えたんですけど、これが今、私の現状手一杯ということで、戦闘力が、パーティー編成の方で見ましょうか。はい、今、戦闘力7824、まだ8000まで届いてないんですけれども、まあ、いい感じだと思います。はい、HP は818、まあこれはね、前のセルマからの流れでね、受け継いで、HP は結構高めでいけます。それとですね、今、器用さがね、149。まあ、かなりの化け物でございます。はい。それと、素早さ133、知力100ということで、まだまだね、スタイルレベル50になってからのね、補正値、ボーナスもありますし、スタイル補正値の方はですね、器用さが 88% ということで、現時点では、前回の SS セルマよりかは超えております。まあ、これでね、まだ、スタイルレベル50になった時、ボーナスもつきますし、はい、最終的には、スタイル補正値プラス 90% プラスボーナス15になりますので、器用さでは、断然、こちらの水着セルマの方がね、上なんで、火力がその時に、本領発揮してくれるんじゃないのかなと思うんですけど、今現状、この時点でもかなり強いです。これ今ね、今の現状で、このランク99の落下流水を持たせて、まあ、モラルアップつけたり、まあ、有権挙撃、HP 満タン時ダメージアップ、と、テンションアップ4ありますので、今現状、スタイルレベル48で、ゴールデンウィークのセルマ、前回のセルマの落下流水のダメージを、超えております。条件、同じ条件で、試し打ち、いろいろやってみたんですけど、今のところ、こちらの方が火力は出ておりますので、セルマはおすすめいたします。あと、ジャミル。今回、SS セルマと、まあ、ジャミルも SS だったんですけど、この SS ジャミルは、かなりやばいです。このセルマとジャミル一緒に今編成入れて使ってるんですけど、このジャミルのスタン能力、これかなりやばいです。かなりやばい。技のね、で、三つ目の技、サーフサイクロン。こちらファストで動くってことは、真っ先に出すんですよ、サーフサイクロンを。まあ、覚醒してないんで14なんで、まあ、オートでは出せないんですけど、まあ、うまくいけばオートでも、まあ、第2ラウンドで出せるとかね、いろいろ出し方はあるんですけど、サーフサイクロンやばいです。このスタン確率がかなりいい。あともう一つね、ソーンバインド。こちら残攻撃なんですけど、こちら全体攻撃のスタン。これもね、結構入る。で、このね、ジャミル、私まだね、そこまで育てられてないんですけれども、はい。スタイルレベルね、36。全然ね、ゴルピをね、ちょっとセルマの方に振ったので、上げれてないんですけど、それでもね、かなり強い。これね、50まで持っていくと、これ最大育成していくと、このジャミルはかなりやばいと思いますね。で、ジャミルは、すでに SS もう一つありますし、S と A もありますので、技も豊富。うん、いろんな技を持ってこれますんで、演武剣持ってきたり、三聖章持ってきたりね。はい。で、結構使い勝手がいい。このジャミルのスタンマシン化はかなりやばいですよ。ということで、じゃあ一回こう行ってみましょうか。水流。このメンバーで行きましょう。戦闘力は35000。まあいけると思います。どっちかというとこのジャミルの方が鬱陶しかった。まあでも、そうですね。スタンサイクルを使ってきましたね。まあこのジャミルを超えたら、あとは水流一体なので、まあそんなに、うん、そうですね。まあ白バラとか、ヒーラー入れておけば大丈夫かなと思います。まあだからこそね、周回はしやすい、まあイベントにはなってるんですけど、なんせね、アイテムがね、やっぱりね、ドロップアイテムがやっぱり乏しいんで、その割には、イベント、なんだ?ミッションとかね、交換所のノルマがきつい。水流くるくる回ったね。やりました、サーフサイクロン。さあ、ミラージュボール。
アセルスはほんと強いね。バトンだな、これ。この子ね。さあ、大爆笑。赤い魚、流行って見えないんで、ちょっと、編集でね、スロー再生で一回確かめてみたい。まだやってない。赤い魚と緑の魚があるんだよね。なんか、ドンベイみたいだけど。うん。ドンベイじゃないか。赤いタヌキと緑の、違う。赤い狐と緑のタヌキはドンベイじゃないな。うん。ドンベイじゃない。うん。まあ、それかけてんのかな魚。もう出ないか、でもね。さあ、100カリオランで1万。まあ、今回、水流が、まあ、ウィークで突が入るのでね。まあ、接待はセルマちゃんとジャミル君になっているのかな。まあでもね、単体攻撃でパンチで4000。まあ、ブラーニーはまだね、レベル低いので、今、能力値3アップしましたね。さあ、赤い魚でした。目がバッテになったかなあれは。釣られて、目がバッテになったのかな。なんか、召喚獣を呼び出すみたいに、仲間の魚を呼び出してる感じではないんだね、ブラウニーちゃん。完全に、大きい魚を、まあ、釣り上げてんのか。それをどうしてんだろう、敵にぶつけてんのかな。そうですね、ここ行きましょうか。ここ行ってみましょうか。一応ね、ここの、なんだったっけ、新しい武器。名前忘れた。名前忘れた。体術武器ね。一応、速度プラスは2つゲットしましたね。あと1個欲しいんですけど、なかなかね、速度プラス落ちないんでね、なかなか落ちなかったんで、演武剣で2体倒しましたね。コンバインド。3体制下げる。20。全然食らわんな、白原。さあ、コーラルクラブ。ミラージュステップ。100カリオラン。出すねー。ストレートボール。フェイント。3体勢下げる。スイング。ブラウニーちゃんも頑張る。フェイント。さあ、スノーウィルム2体。まあでもここはでもそんなに回りやすいかな。ここは結構どんなメンバーで来ても育成がね、一応できてるメンバーであれば回りやすいステージかなと思いますね。さあ、スタン入りましたね。ジャミル君もスタン入れられた。いや、やっぱ白バラすごいなぁ。毎回思いますよ。さあ、スタン入れました。ジャミル君のね、スタン性能はほんとすごいね。アニーもすごいなと思ってたけど、ジャミルすごいね。ガチャ回した後から、ジャミル素早さにアップ。やっぱこっちの方が上がるんでね。3上がる方が、なんだろう。ありがたいのはありがたいんだけど、上がらないですからね。向こうでは多分ね、上限値が、かなり低いと思うね。ああいう3倍のところは。イベントの時ね。うん。さあ、演武剣。5900、6000台。結構出ますね。コンバインド。ウィークで入るが、これ全部浮遊してるから、決まらないのかな。どうだろう。じゃあ、この後ね、次どっか行ってみましょうか。まあ、ジャミルの、さっきも言いましたけどね、サーフサイクロン。あれはね、やばいね。あれ、覚醒しても、最大覚醒でも11なんで、まあ、オートで出すのは、ちょっとさすがに第1ラウンドね、開幕は無理だけど、サーフサイクロン、いいですよ。さあ、赤い魚でしたね。いや、ジャミルね、あんまりいらないかなと思ってたんだけど、このスタン性能を見てると、結構役に立ってたんですよ。ずっと周回してたんですけど、昨日あれからね。百花繚乱、フェイント。百花イント。
じゃあ最後のスノービリムはオーバードライブあるんで、ちょっとなんか強技決めたいけど、一回ちょっとね通常で DP 貯めてみましょうか。あれやばいな、でも落ちそうだな。スノービリムサイクロスピーズ、おや、ブラウニー倒すなよ倒すなよ。せっかくオーバードライブ連携したかったのに、HP にやっぱ腕力に、腕力に、ジャミル上がる上がる。まあ、ジャミルはね、やっぱりね、育成途中であれば、A スタイルのジャミルを連れてった方がいいですね。清さが、上矢印2個で上がるんで、うん。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、参考になったら、コメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。コウジロウゲームズでした。バイバイ。